それではタダが、読レポートにおける文際表現手法を用いた類似文書検索への取り組みと題しまして発表いたします。本日はこの4項目で発表を進めさせていただきます。まず背景です。病院の画像検査では画像を医師が見て、所見診断を書いた読影レポートという報告書を作成します。で、この画像検査なんですけれども、1枚あたりの画像枚数が多いという報告だったり、読影レポート作成自体が医師にとって負担となっているというような報告があります。また、別の、別で、日本語の、医療文書を対象とした研究っていうのは、他の言語、特に英語とかの、同じ ドメインの、研究と比較したり、あとは日本語の一般ドメインと比較すると、研究資源が整っていないっていうような現状があります。ここで、本研究で、題材としている読影レポートについて、軽く触れさせていただきます。こちら画像検査の流れになります。医師は、患者さんを診察しまして、必要であれば放射線科に、検査依頼を出します。放射線科では、その検査依頼をもとに、画像検査を行いまして、検査画像を、医師が、読影、して、所見診断を記載した一時読影レポートを作成します。で、次に、この一時読影レポートを踏まえまして、別の医師が再度、検査画像を読影し、所見診断を記載した二次読影レポートというのを作成します。で、この二次読影レポートが、患者さんを診察した、診療科に、提出されるという流れになっています。で、本研究では二次読影レポートの作成に、焦点を当てています。で、実際に読影レポートを、作成している方々から、より参考となる過去の類似したレポートを得たいという要望を受けまして、本研究では、読影レポート作成支援として類似文書検索に取り組んでまいりました。で、本研究で使用する類似文書検索に使用する手法は、分散表現手法を使用するんですが、この分散表現手法は、単語だったり文を密なベクトルとして扱ってあげるような、ものになります。で、自然言語処理のさまざまなタスクでその有用性を示して、広く使われています。ただ日本語の、医療文書検索において分散表現を使った報告っていうのはほとんどないっていう現状があります。で、また日本語の読影レポートを題材にした、研究自体が少ないっていうところがあります。そこで、分散表現手法を使って、読影レポートを扱ってあげる上で、どんな前処理が必要となるかっていうのも不明確であります。で、また、今回、この類似文書検索のタスクに取り組むんですが、この手法この、タスクに取り組む上で、手法の評価を行うデータセット自体が存在しないという点があります。で、本研究ではこれらの調査データセットの構築、それを用いての実験を行ってまいりました。で、本研究では、このような点について、取り組んでまいりましたが、本日はこの赤字の、部分に関して、報告いたします。で、次にデータセットの構築です。本研究では3つのデータセットを構築してまいりました。で、この、文書間の類似度予測タスクでは、実際に専門家の協力を得てデータセットを構築しました。で、そのため、質が保証されたデータセットとなります。で、構築に際しまして、英語医療ドメインの、文間類似度予測タスクであるPEDSTS という、シェアドタスクを参考に、構築いたしました。で、文書間の、類似度の、スコアリングの基準というのを設定してあげて文書ペアを収集しました。で、その後、専門家に、類似度のスコアリングを依頼するという流れで構築いたしました。で、文書ペアの、収集に用いたのは、匿名化処理を行った一時読影レポートとなります。で、量としては18万検査分の、テキストデータとなります。で、読影レポートの特徴として、検査画像に映る部位については、全て所見を記載するというものがあります。で、例えば、腹部の検査で、肝臓を、検査も対象として検査をした場合にも、画像に周りの臓器を映り込むので、そういったものに関しても全て、所見診断を記載するということになります。そのため、複数の疾病が出現するレポートが多数となります。
でまた、検査方法が異なると、まあ、類似文書とならないっていうようなところがあります。でこれらの特徴を踏まえまして文書ペアを収集いたしました。で専門家に、スコアリング依頼するんですが、まあ、専門家の、まあ、ご経験だとか、専門知識のみで判断をしてスコアリングの判断をしていただくために、まあ、専門家にはデータセットを構築する目的と、シェアタスクであるメド STS を参考に定めたスコアリング基準っていうのを、のみをお伝えして、まあ、スコアリング、をお願いしました。でこちら下の表が、まあ定めたスコアリング基準になります。でかなり一般的な、内容となっています。で専門家にスコアリングをしていただきまして、でそのスコアリングの際に、専門家が定めて、まあ、スコアリングに使用した基準というのがこちらになります。で類似度0のところに、まあ、検査範囲が異なっているとかっていうのがあったり、まあ、他の点に関しても、まあ、このタスクに沿った、類似度の基準っていうのが、できたのかなと考えます。で構築したデータセットは合計260ペアの一時読影レポートと、その類似度スコアになります。で文書の平均の長さは 155.5 文字となります。次に、この、構築したデータセットを用いて、実験をしてまいります。で前処理としましては、文の正規化後、まあ、否定文と挨拶文を削除しました。で実験の手法には、まあ、T5DEF ファストテキスト読通ベック、これらの3つに関しては重み付けに、まあ、重み付けだったり学習に、まあ、読影レポートを使用しています。で、このタスク、まあ背景で触れたんですけども、まあ言語資源とかがあまりない場合も想定できるので、今回一般ドメインで学習された大規模一般ドメインの大規模コーバスで学習されたような、学習済みモデルを使用しています。で、それに当たるのが、まあ、USE と BERT になります。でこの BERT のみは、教師あり手法となっています。でこの BERT なんですが、まあ、英語の医療ドメインでは大規模な、医療ドメインコーバス使ってあげて、学習した BERT っていうのが、いろんなタスクで、まあ、精度高いっていうのが報告されています。で、まあ、ただ、この、医療ドメインで学習された BERT と比較されている一般ドメインで学習された BERT っていうのもまずまずの性能を示しているという点があります。まあ、そこで、まあ、研究資源が、あまり整っていない日本語っていうのはでは、これは有効なんじゃないかと考えました。でまた、これらの手法の評価に関しましては、まあ手法の出力と、データセットの人手で付与したスコアとの、相関で見ていきます。でこちらが各手法の出力と人でスコアとのピアソン相関になります。で重み付けに読影レポートを、データセットで使用しなかった分を全てを使ったんですけど、それで、最も、人でとのスコアが高いということになりました。まあ、ただ、一般ドメインで学習された一般ドメインで学習済みモデル、ほとんど読影レポートを使用していないような手法で、まあ、でも、まあ割と高い、精度というか人手との相関を得ることができました。まあ、特にBERTでは、まあ、ほとんど、まあ、データセットのみしか、まあ、読影レポートを使用していないんですが、まあ18万検査分を使った読通ベック並みに、ま、の精度を得ることができました。でただ、やはり、ファインチューニングには少しデータセットが小さかったのかなという印象を受けます。で、ま、ただデータセット構築により、ま、他にも精度を上げる余地が、ま、取り組みができるような状態になりましたので、ま、これらを踏まえると、ま、医療ドメインでもタスクによっては、ま、選択肢となり得るのかなというところがあります。次に、まあ、各手法同士の、ピアソン相関になります。で、学習重み付けに読影レポートを使用した手法で、まあ、高い相関を示しています。で一般ドメインの、大規模コーパスで学習全学習された手法、まあ、USE と BERT と、まあ読影レポートを使った、まあ、TFDF 読通ベックの間で、まあ、ちゃんと性の相関を示していまして、まあ、これらの手法も、まあドメイン、特化の手法に、まあと性の相関が得られているということが確認できました。
で、パートドクツベック班に関しますと、関してですと、人手との相関はお互い、似たような感じなんですが、相関の相関というのは、正の相関ではありますが、比較そんなに高くないのかなというところがありまして、一般ドメインの大規模コーパスだったり、ドクエレポート、このタスクでは両方の情報も有効、両方の情報とも有効であることが考えられます。で、これに関しては、英語の医療ドメインの研究とも、矛盾がないのかなというところであります。で、今回行った実験に、本研究で、分散表現をドクエレポートで扱う上での、前処理の調査を行ったんですけども、それを適用してどうなるかっていうのを見てみました。で、上が、その否定文と挨拶文の削除、先ほどの実験ですね、と、調査を行ったクリーニング手法との、クリーニング後の統計情報になります。で、結果で実験は、人手との相関高かった、TFIDF とドクツベックで実験しました。で、結果下になりまして、ドクツベック、分散表現手法を想定して、調査したクリーニングですので、分散表現手法でちゃんと、恩恵が受けられているというか、精度が向上しているということが確認できました。で、また、この値っていうのが、本研究を通して最も人手との相関が高い結果となりました。まとめです。で、本研究では、過去のレジスタドクエレポートを得るための取り組みを行ってまいりました。で、質の保証された、文書間の類似度予測タスクのデータセットっていうのを構築しました。で、これはこの同ドメインでは他にないデータセットなんであります。で、データセット構築により、強者あり手法だったり、データ学習だったり、いろんな手法が、使用可能になったっていうところが大きいです。で、構築したデータセットで、資源が、少ない状況を想定して実験しました。やはり、ドクエレポートの、情報っていうのを学習させてあげるっていうのが最も貢献大きいんですが、一般ドメインの、大規模コーパスの情報も有用であることが確認できました。で、近年の、高精度の手法だと、計算コスト大きいものが多いんですが、計算コストを抑えた学習済みモデルっていうのも、一般ドメインであっても、このドメインで使用できるんじゃないかなっていうところを示しました。また、調査した前処理手法だったり分散表現手法自体も有用性も確認することができました。はい、以上で発表終わります。